皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊ドラマチックモードの続きをプレイしていきたいと思います。はい。まずは全速前進、東京湾から脱出というミッションになりそうです。では早速、進んでいきましょう。犬吠埼沖。そこまで脱出ですね。無傷で脱出するということです。では、まずは、速度を上げながら、旋回して無傷で脱出を図ります。
敵が魚雷を撃ってきた。ここは魚雷を撃って、デコイで、撹乱したいところですが、速度を上げすぎていて、ちょっとそれもできないので、そうなるとですね、このまま速度を上げて逃げ切るしかないですね。さて、いよいよ東京湾から脱出するところですが、パッと見だけでも敵艦が展開しているのはよくわかるので、まあ、できるだけね、敵艦に見つからないルートを選びつつ、見つかってしまったらですね、全速で逃げると。まあ、そういう動きを取っていきたいと思います。探知されたかな。ミサイルを撃ってきた。耐水弾ですね。ここは、全速前進して、もう逃げ切りましょう。このヤマトの性能が、まあ、なせる技ですね。はい、では予定していた犬吠埼ですかね、到達できそうです。はい。内容としては戦闘はまあなかった内容ですが、まあ1話1本の動画というふうにしていきたいので、今回は短めですが、ここまでにさせていただきたいと思います。